お元気ですか？花咲雪美です。新曲雪窓が発売になりまして、もうすぐ2週間となりますが、もう本当に毎日毎日たくさんの方からいい歌だねとか応援してるよっていうね、コメントをねブログとかツイッターとかにいただいて本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。改めて感謝申し上げたいと思います。皆さん本当にありがとうございます。そしてこれからもどん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 応援いただければと思います。よろしくお願いいたします。さて、早いところではもうあのダムの機械でね、あの雪窓が本人映像で歌えるようになっているというね情報を耳にしましたので、もう早速本人映像で歌ったよって方もいらっしゃるのかなと思いますけれども、まだだよって方はね、ぜひまずは CD を聞いて覚えて、そして本人映像を見ながら雪窓を歌ってスカッとしていただければなって思います。さて、最近ねインターネットサイン会っていうのをねちょこちょこ行わせていただいておりますけれども、また近々ございますので、そちらのお知らせをさせていただきたいと思います。2020年11月18日19時から、ムーバスさん、通販サイトムーバスさんにお世話になりまして、私のこの花咲雪美チャンネルで、生配信で、インターネットサイン会を行わせていただくこととなりました。そのサイン会に、参加するためにはですね、事前に、通販サイトムーバスさんのホームページの方から CD のね、ご購入をしていただきたいんですが、そのちょっとご購入方法っていうのを説明させていただきます。まず、ムーバスさんのホームページを開いていただきますと、上のところに新規登録っていうのがあります。そこでまず無料なので会員登録をしていただきたいんですね。最初そこを押してポッと押していただくと、メールアドレスを打つところがあるんですけども、そこに、メールアドレスを打っていただいて送信ってすると、ムーバスさんの方からメールが送られてきます。その URL をまたピッて押していただくと、今度はその会員登録ができるんですけれども、その時にご注意いただきたいのがですね、パスワードのところで、ちょっとね、戸惑ってる方が結構いらっしゃるそうなんですが、パスワードって、こう、いろいろありましてね、皆さん、ご自分でよく決めてるパスワードっていろんなところで同じようなやつを使っていると思うんですけれども、例えばですね、私名前がゆきみですから、YUKIMI で、デビュー日が7月4日なので0704というパスワードにしたいとするじゃないですか。そうすると例えばね、こんな感じ、じゃじゃん、YUKIMI0704。普通だったらこれで大体いけるんですよ。こういうパスワード。誰にも使われてなければ。でも、ムーバスさんで、パスワードを決めるときにはですね、大文字の英語と小文字の英語と、数字、そして、ここが重要です。もう一つ、記号を使わなくちゃいけなくて、その記号が、ハイフンか、アンダーバー。これは半角のですね。なので私がもし、この雪見0704で、パスワードを作るとしたら、こういう感じにしなくちゃいけないんです。これ。Y を大文字にして、その次小文字で YUKIMI、そして真ん中のハイフンをつけて0704。これだったら多分、誰かが使っていなければ、このままパスワードとして使えると思います。またはこの、ハイフンのところを下のこの線のアンダーバーっていうのでも大丈夫かなと思います。なので必ず、大文字と小文字の英語、数字、そして、ハイフン、半角のハイフンかアンダーバーを使って、しかも8文字以上を12文字以内のパスワードっていうのをちょっとあらかじめ考えといてから、その会員登録って、新規登録、をしていただきたいなと思います。はい。
新規登録が終わりましたら、ムーバスさんのホームページ上で言うと、新規登録の隣にログインって書いてあるところがあるんですが、そこをポチッとしていただきまして、お客様のメールアドレスと、そして先ほど決めたパスワード、そこに入れます。そうすると、ログインができます。ログインができたら、今度は、花咲ゆきみの雪窓の CD を購入する手続きに入っていくんですけれども、雪窓を探してピッて押していただくと、ニックネームとか入れるところが出てきます。で、そこでなんですが、今回インターネットサイン会の時にはですね、オリジナル、生写真が特典でついてくるんですね。必ず CD1 枚お買い求めいただきますと1枚特典がついてくるんですが、そのオリジナル生写真に、私のサインと日付、そしてお客様のお名前を入れさせていただくんですが、そのお名前というのがそこのニックネームに書かれていたお名前になります。だから本名がいいなって方はそのままニックネームのところに本名でもいいですし、本名をねちょっと YouTube の生配信中に呼ばれちゃうのは嫌だなーって方は何かあだ名を書いてください。何でもいいです。さーちゃんでもムムちゃんでも何でもいいので、はい、なんか好きなニックネームをそこに書いていただければ、私が当日そのニックネームを、特典のオリジナル生写真の方に書かせていただきまして、 CD と一緒にお送りさせていただくというシステムになっております。ご購入手続きからね、どんどん進んでいきますと、最後にお支払い方法というところにたどり着きますが、そのお支払い方法が大きく分けて3つあります。1つがクレジットカード決済、2つ目がコンビニ決済、そして3つ目が銀行振込ペイジーという形になるんですけれども、クレジットカードはこう即座に番号とか入れていただくと決済されると思うんですけれども、コンビニのね決済とか銀行振込とかはですね、ちょっとこう時間行かなきゃ、ATM に行かなきゃとか、コンビニ行かなきゃっていうのがありますので、これちょっと期限がありまして、サイン会前日の2020年11月17日、23時59分、夜の11時59分ですね、23時59分までに、ご入金が完了していないと、サイン会の時に、その特典にお名前を書いたりとか、できなくなってしまいますので、必ずお申し込みをして、ああ、ほっとした、じゃなくって、お申し込み全部完了して、コンビニ決済にしますって言った時に、ムーバーさんからメールが送られてくるのかなと思うんですけれども、そこに、万が一、期限がですね、2020年11月18日とか、それ以降の日にちになっちゃったとしてもですね、必ず、お支払いは2020年の11月17日23時59分までに済んでいないとサイン会に参加できないんですよ。というかお名前をお書きすることができないんですよね。はい。なので、そこだけはお間違いのないようにご注意いただければなと思います。はい。というわけで、今回は2020年11月18日水曜日19時からのインターネットサイン会の説明をさせていただきました。お分かりいただけましたでしょうか？またね、ブログとか、花咲ゆきみのオフィシャルホームページの方にも詳しく、説明が載っておりますので、ぜひそこをもう一度読んでいただいてですね、ご理解いただけましたら、ぜひ CD ご購入手続きしていただきたいなと思います。そして当日は、19時からですね、この、YouTube 花咲ゆきみチャンネルの方で、サイン会の模様を生配信させていただきますので、皆さんからのねチャットのメッセージの方もたくさんいただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。いやーもうね毎回ドキドキなんですけれども、また今回もきっとドキドキすると思いますが、ぜひ皆さん盛り上げてください。よろしくお願いします。今回も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。またお会いしましょう。花咲ゆきみでした。またねー。